にしよう。アルミ、よく戦ったよ。エレン、アルミ。なぜアンカーが外れないんだ。近づくことはできないはずなのに。やっぱり骨は消費しないんだ。肉に刺さなければアンカーは抜けない。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。そうやって炙られ続けることなのか。息が、これ以上はもう、いや、まだだ。この程度じゃ足りない。もっと時間を稼ぐんだ。耐えろ。まだ話すな。エレンに託すんだ、僕の夢、命、すべて。僕が捨てられるものなんてこれしかないんだ。きっとエレンなら海にたどり着く。海を見てくれる。終わった。これは硬質か。陽動作戦。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミンの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ。全ては僕の周りに敵がいなくなったと思い込ませるため、僕の隙を作るため。